やばい、顔がもうなんかさ削りましたかみたいな、バターナイフとかで削った人みたいになってる。ちょ、声がほんまにキモすぎるというね件に関しては、あのほんまにいい加減にしてもろてって感じで、はい、こんばんは。ゆいにゃんの真似しとる、やばい。そう、真似してる実。こんばんは。ちょっとおもろいかも、これ。え、これ、なんかさ、やばくない？なんか、3キロ、2、3キロぐらい、なんか落ちたんですよ、体重が。ほんまに、骨みたいな体重してて。やばいですよ。いや、ほんまに大丈夫そう、この声って感じなんですけど。え、もうやばい、これ、やばくないですか。そう、これハロウィンかもしれない。ハロウィンの、ハロウィンのあれ、仮装だと思ってください。そう、ゆいにゃんの真似してみた。あ、怒っちゃった、嘘。いっぱい寝た、もういっぱい寝たんですよ。もうここ1週間ぐらい結構なんかもう家と同化していたまである。そう、でもレッスンもね、復帰というかレッスンも行けましたので、レッスンも行ったし、いい感じですよ。そうだよね、最初の4日ぐらいずっと熱めっちゃ高かったんですけど、5日間ぐらい結構8度台がなんかもう平熱みたいな、そのうちずっとそんな感じで、でも薬飲んで、そう、もうなんていうの、声と喉以外は復活チャンネルしてて、そう、一番高い時クドヨンブとか言って、結構コロナの終わりかなとか思ったんですけど、もうなんなら5度とか5度台です。あ、そうやん、今このイベント中なの、やばい。ちょっと待って、なんか表示されたなって思ったら、ちょっとそうなんですけど、一応今イベント中なんですけど、そんなことはどうでもよくて、正直ちょっともう、あの、明日最終日ということで、ちょっとどうしよう、明日最終日らしくて、イベントのちょっとなんか、でもマネージャーさんが、あの、一日も参加できてないから、なんか何かしら救済の処置をなんか取ろうかみたいな、その喉とか体力的にはどうみたいな言われたから、そう、一応ね、まあなんかそうなんですけどって感じなんですけど、普通にあの、そう、生命が NG って感じなの。大逆転勝利、明日一日で、確かに明日一日で、じゃあみんなよろしくみんなよろしく、本当によろしくっていうのは嘘なので、あの、普通に、あの、やらないでくださいって感じなんですけど、それもね、ちょっと結局どうなるか分かってないから、そう、もうね、奇跡起こそうよ。じゃあみんなよろしく、明日最終日だから、油田見つけてきます。そう、石油王になってください。ゆいにゃんの課題はやってるね、ゆいにゃちゃん頑張ってます。国語してるよ。
明日ね、分かんないもんね、明日最終日で、あのね、1になって伝説になる、やばい、ちょっと伝説になる可能性はね、まあ、その伝説を作るのはみんな次第ということで、ほんまにあのこれ冗談だからね、本当に安心してください。そう、これなんか喉と、いや喉がやばいだけで結構もう元気なので、全然そう、レッスンもね無理しない程度でもう参加できてるというかしているので、ご安心ください。イエーイ。モンモンが今日はゴティと LINE で話したって喜んでた。そう、今日ナーミョンがね大丈夫って LINE してきてくれたから、うわちょっと話した。イヌちゃんのおかげだよ。イヌちゃんのおかげだね。ヒーターの配信いつ？あ、みんななんかいろいろハロウィンのやつとかも、そうハロウィンのキャンペーンもなんか達成したいですとか言ってたんですけど、なんか明日最終日らしくて、ちょっと気づいたら時が終わっていました。いろいろみんな一週間目だから話したいこといっぱいなんじゃない？いつにも増してコメントとコメントが早くて、ありがとう、みんなハロウィンのやつとかいろいろ。ヒーター今特攻服着てる、自前やろそれ。え、あのヤンキーとかが着てる文字が漢字とかめっちゃ入ってるやつ、コスプレしとるってことか。そうハロウィンとかもなんか楽しむ予定だったんですけど、なんか明日終わる、もしかしてハロウィンとか、ちょっとダメですねこれは。いやーお、コスプレス、コスプレ？ちょっとあのウォーターを飲みます。はい。そう。明日が最終日。ちょっと何を言ってるか、でも分かんない、なんか何かしらなんかが起こる可能性もあるし、分かんない、なんかそのマネージャーさんが言ってたけど、どうかしらというところで、でもそんな全然無理せず生きてほしい、みんなも、みんながもやし生活にねなってしまうので、そんなことしたらもう家とかなくなっちゃうかもしれないし病弱なコスプレはもうしてるんですよ、結構、はい、結構してますすでにそう個人的にはね、ちょっとこのイベントのやり方はちょっと NG って感じなので、 NG、 家は残します、家は残してください。ハロウィンは来年もある、確かに。じゃあのカチューシャつけるぐらい、あ、え、これがあるやん、これ今からハロウィンします、いいんじゃない、ハロウィンです、これが私の。そう、お話し会も本当に申し訳ございませんでした。いや、お話し会の時はそう結構熱とかもなくてなんかいい感じだったんですけど、声がもうでんくて、その時そう声がでんからごめんなさいって感じで、
お休みさせていただきました。でも結構復活したのでご安心ください。本当に振り返り、これはね、わかんない、お化け、お化けです。水は大丈夫ので、はい、ご安心くださいませというところですね。もうご飯食べてる、ご飯食べてるよ。声だけ聞いたらイチゴかどうかわからない、やばい。これも実はコスプレで、明日終わったら治るかもしれない。結構でもなんか別に喉も痛いっていうか、なんか咳するとなんかうわーってなるぐらい。ユニアンとイチゴちゃんのポイント足してやばい。そう、明日なんかこのやってる謎のイベントが最終日らしくて、ちょっとなんかもう何が起きてるのって感じなんですけど。そうなんですよね。そう、なんか咳って一回さ止まらんくなると止まらんけ。というかもう何が起きているって感じで、はい、気づいたら何かが起きていました。っていうのは嘘で、寝ながら結構みんなの配信とか見てました。いっぱいゆいなちゃんがカラオケしてるのも見るね。見ました、ちゃんと見るね。ゆいなちゃん頑張ったもんね。うん、世の中動いているよ。そうだね、ココースト。ね、流行ってるっていうよね。選挙があったんだよ。そうだね、選挙もあったね。世の中はね、いろいろあったみたいだね。天使になったユウナ、うん、見た見た。ヒーたんがなんか、なんだっけあれ、あ、シトルもいたし、ヒーちゃんがなんか、ヒーちゃんはなんか洗面所みたいなところで配信してるのも、なんでそんなところでしとうねんって思いました。みんないっぱい配信頑張ってますね。まひなさんも見てますよ。まひなさんのことも見ていました。まひなさんを主にじゃなくて、あ、やめてください。そうだよね。そう、でもゆいなちゃんの、えなちゃんのね、介護のおかげで生きてますね。えなちゃんが、なんだろう、おかゆ、うん、おかゆ、うん、おかゆ、えなちゃんがおかゆ作ってくれて、泣きながら食べてた。こうやって味噌汁も泣きながら食べとったよ。一口食べるごとに泣いてたもん。ウィーンっつって、世界で一番美味しいって言って泣いてた。美味しかった。アイナさんがポストして ALT に書いてる。何を。橋田真奈はこんな声じゃありません。そうで、ゆうなちゃんもなんかいちごちゃんがもう死にかけすぎてかわいそうで泣いてた。泣いて、一緒に泣いたよね。うん、おもろかったですけど、
それはもう遠き昔の話。もう今はね、とてもとても回復したよね。ありえない状況やで。こんばんは。あら、15分なんか一応明日ちょっとなんかイベントみたいな、どうしたらいいんですかね、これ。明日どうしたらいいん、これ。本当だよね。一応配信しとく、一応、うん、一応しとく。お前マネージャーさんに聞いてみようか、これどうしたらいいんですかねって。そう、次はねクルージングかな。クルージングがあるのでね、はい明日わかんないよね。ゆいなちゃんの後ろで踊っといて、やばいそう、私はゆいなちゃんにね、介護していただいたので。声コスプレやばいだろ。仮装はもう、仮装とかもちょ死んでしまうんですけど、あ、いちごですね、はい。生きているのでご安心くださいませ。いや、楽しみにしておいてください。ね、これから福フェスト、クルージングとフェスト、よっちゃおばれさんがあるのでね、いろいろとよろしくお願いします。頑張ります。結構ねレッスンも行けてない分が溜まってきてしまっているので、ここで巻き返していくぞというね、人間ですね。なのでよろしくお願いします。いろいろとありがとう、ありがとうございました。バイバイ。終わるよね、あと1分。おやすみ、お大事に、ありがとう、さよならみんな。ちょっと明日の配信に関してはちょっといろいろ考えさせてください、一旦。はい、バイバイ。おやすみ。おやすみ。バイバイ。バイバイだよ。声が可愛くなさすぎる、ずっと。バイバイ。